おぱんぽん総合社の代表作の一つでもございますサンセット、先日千川劇場演劇コンクールにて、なんと関西の劇団にも関わらず東京の演劇祭でオーディエンス賞、観客賞を受賞した、作品でもありますし、なんとなんとなんとですね、この度映画化も決定した作品でして、まあ、決定したというか撮影し終わったというか編集し終わったというか、まあ、完成した作品でございまして、なんとその上映、初上映が6月の9日インディペンデントパークにて、6月の9日の20時から初上映いたします。そのチケットがですね、上映チケットがただいま絶賛発売中でして、まあ、劇場で見ていただくことができるチケットでございます。それと並行して合わせてですね、配信チケットというのもございまして、こちらも日本全国、まあ、地球全土でですね、ご視聴いただける、配信チケットというものも、ただいま絶賛発売中ですので、映画ならではの表現方法なども取り込んだ作品になっておりますので、ぜひご覧いただけましたら幸いでございます。6月9日20時からインディペンデントファーストにて、初上映いたします。よろしければ、映画の初上映をですね、初監督しておりますので、盛り上げていただけましたら非常に幸いでございます。よろしくお願いします。それではまた6月9日にお会いいたしましょう。それではまた。